ボール競技大会高松宮記念杯第66回全日本高等学校ハンドボール選手権大会の閉会式を行います。選手の皆さんはご着席ください。成績発表。公益財団法人全国高等学校体育連盟ハンドボール専門部競技委員長北中弘樹が成績を発表いたします。平成27年度全国高等学校総合体育大会高松宮記念杯第66回全日本高等学校ハンドボール選手権大会男子優勝、全国1164校の頂点に立ちました。初優勝になります。茨城県代表藤代取水高等学校。
神奈川県代表法政大学第二高等学校。女子優勝、全国838校の頂点に立ちました。2年ぶり3回目になります神奈川県代表県立高松商業高等学校。第2位大阪府代表四天王寺高等学校。おめでとう。これより男女優勝校の表彰を行います。高松宮記念杯が大阪府実行委員会事務局長上山勝秀より贈られます。各校代表者1名は表彰ラインにご整列ください。少女ハンドボール競技男子の茨城県県立藤代取水高等学校。あなた方は平成27年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ご了承します。平成27年1月7日文部科学大臣下村さん。
表彰ラインにご整列ください。公益財団法人全国高等学校体育連盟会長杯並びに賞状が全国高等学校体育連盟ハンドボール専門部部長阿部博史より贈られます。各校代表者3名は表彰ラインにご整列ください。
公益財団法人日本ハンドボール協会杯並びに賞状が日本ハンドボール協会会長渡辺義秀より贈られます。各校代表者2名は表彰ラインにご整列ください。表彰状優勝、茨城県立藤代酒々井高等学校、右は高松宮記念杯第66回全日本高等学校ハンドボール選手権大会において当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえ、ここにこれを表彰いたします。平成27年8月7日、公益財団法人日本ハンドボール協会会長渡辺氏。女子香川県代表、県立高松商業高等学校。表彰状優勝、香川県立高松商業高等学校以下同文です。どうも。NHK 建てが NHK 大阪放送局事業部長福山光一郎様より贈られます。各校代表者1名は表彰ラインにご整列ください。女子香川県代表、県立高松商業高等学校。読売新聞社賞は、読売新聞東京本社事業局次長、佐々木義俊様より贈られます。各校代表者1名は、表彰ラインにご整列ください。元の位置にお戻りください。
続きまして男女準優勝校の表彰を行います。公益財団法人全国高等学校体育連盟会長賞の賞状が全国高等学校体育連盟ハンドボール専門部部長阿部博史より贈られます。各校代表者2名は表彰ラインにご整列ください。当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえ、ここにこれを表彰いたします。